ジャン君、おはよう。おはようさん。ジャン君。ポンちゃん。お尻しか見えないよ、パンちゃん。猫とは関係のない話ですが、金曜日に治療していただいた歯がですね、ずっと痛くてですね、今日は朝一番で電話をして歯医者に行く予定です。歯が痛いと集中力がないですね。ポンちゃん、ジェン君、今、このキヤノン EOS M5 の、機能を少しずつ勉強してですね、なんていうの、ビットレートっていうんだっけ、1秒間に30コマぐらいだったのを60コマ取れるモードというのを、試しています。どうでしょう、綺麗でしょうか。要するに細かい動きとかが滑らかになるということですね。秒間60コマっていうとですね、テレビなんかは30コマなんですけれども、あ、24だっけ？フィルムが、映画が24コマかな。テレビに30コマ。この60コマっていうのは、過去にゲームを作った時に、秒間に60コマ動かすっていうのを経験したことがあります。どうでしょう？さっき同じような映像を撮ったんですけれど、まあ、動いてないと秒間60コマの効果は見えないと思うんですけどね。ジャン君、もっと動いてごらん。
手にペンとピントがいっちゃったね。あ、じゃじゃん、顔に追尾をかけて、これならいいんだろう。動画の際にですね、ジャン君の顔を液晶画面で触っておくと、その顔を追尾するという機能があります。例えば手が入っても結構大丈夫ですね。あ、画面の真ん中、あ、今解除された。画面の真ん中に、障害物があるとダメなようですね。今もう一度いいじゃないの。このように画面の端に、ジャン君を持ってきてもちゃんと追いかけてくれます。かっこいいジャン君。ジャン君、またご飯の用意が着々と進んでるよ。ジャン君、そしてポンちゃん。ポンちゃんにピントを持って行ってみよう。明るいとこだとポンちゃんも綺麗にピントがいきます。はい、待ちきれません。とっても綺麗に並んでいます。かわいい。ジャン君にピント、ポンちゃんにピント、かわいい。ジャン君にピント。すごい、このカメラ。すごいこのカメラっていう言葉を言いながら撮ってると台無しだけどね。カメラ動画になっちゃうけどね。かわいい。